さあ、夕飯だ。みんな、席について。はい。お腹すいた。疲れた。おいしそう。うまそう。あ、リキア兄ちゃんだ。おい、お前たち。リキア兄ちゃん、やってやろうよ。ねえねえ、遊ぼう。兄貴、どうしたんだ。何かあったのか。親父が撃たれた。はい、今変わります。会長、お電話です。誰だ。例の計画の件でと言えば分かると。堂島です。ええ、だからその件に関しては先日お断りしたはずじゃ。ええ、そうです。この件、登場会は一切手引かせてもらいます。会長。なんだ。実は先ほど会長にお客様が。誰だ。それが。何。本当です。どこからどう見てもご本人としか言いようがありません。どこに。今会長室にお通ししてあります。わかった。風間さん、あなた死んだはずじゃ。驚かせましたか。今のあなたにとって大切なものです。これは沖縄の土地の権利書だが、あの土地には四代目が。知ってますよ。あなたにはあの桐生一馬がいる土地を奪うことはできない。だからあなたに代わって私たちが権利書を取ってきたんです。どうしてそのことを。今我々は東条会に沖縄の土地買収の件から降りてもらうわけにはいかないんです。だが俺はあの沖縄の一件もう手を引くと決めたんだ。中原は今手術してます。と
そうなんだ。親父の容体は。くそ。サキちゃん、怖かったね。サキ、お前は大丈夫だったのか。犯人は割れてんのか。いえ、お嬢と二人きりのところを襲われたんで。親父は腹に数発食らったみたいで。どこかの組の会社か。いえ、多分土地買収の絡みです。事務所から例の土地の権利書がなくなってました。何？絶対玉城組の連中に決まってる。今日、立つのね。ああ、そう、私もお別れを言いに来たわ。ねえ、結局あの二人はくっつかなかったか。まあ仕方ないでしょう。佐山君には警察官としての夢がありますからね。夢ね。ガス切れか。どうぞ。ああ、悪い。返さないで結構です。差し上げます。お一家じゃタバコは吸えませんから。一家だと？私は来月付で四家から一家へ戻ります。極道相手の四家じゃ吸えても、殺人事件を扱うエリートコースの一家じゃ吸えませんからね。昇進したのか。よかったじゃないか。いやいや、そういうわけでもありませんよ。ん？今回の登場会と近江連合の構想、結局警視庁も府警も後手に回り何もすることはできませんでした。それに加えて倉橋課長と人王課の起こした警察内部の不祥事、警察としては大きな汚点を残す結果に。
じゃあなんで一家に戻るんだ。口封じですよ。佐山君も私も今回の抗争事件に関わった人間は皆昇進、本人の希望部署に転属させることで不祥事をうやむやにするつもりなんでしょう。ああとはいえよかったじゃねえか。これでお前もまたエリートコースに戻れたわけだ。まあそうなんですけど。浮かねえ顔だな。心配なんですよ。何が。今後のカムロ町が。警察は今後東上会や近江連合といった組織に対して一定の距離を取る方針です。今回の警察の失態を救ったのはある意味彼らでしたからね。なるほどな。で何が心配なんだ。私はまだ極道を信じてません。もし東上会の跡目が桐生さんじゃないならまたカムロ町は昔のような荒れた町に。大丈夫だ。え？あいつはちゃんと考えてるよ。やつはケツの吹き方を知ってる。カムロ町を去る前にやることはやってくはずだ。それじゃあそろそろ行く。ええ、今日はカムロ町にでも行くの。ああ、カズキやユウヤたちに一言挨拶しないとな。それに。それに？どうしても一人話をしておかないとならない奴がいるんだ。東上会のことね。ああ、このまま行けば大吾が東上会の六代目を継ぐ。だが大吾はまだ若い。組まとめるだけの力が足りない。東上会を支えられる人間誰か当てはあるの。俺と同じように昔からの東上会を知っている人間が一人な。なるほどね。けど堂島大吾に彼を飼いならすだけの度量があるかしら。あいつは誰にも飼いならされるような玉じゃねえよ。真島五郎、要は彼が今の東上会に魅力を感じるか、それだけってことね。そうだな。彼のこと説得できるかしら。やるしかねえんだ。だから俺は今日どうしても真島に会う。そして奴を説得する。殴り合うよ。おじさんとカムロ町を歩くのも今日が最後かもしれないんだね。そんなことはないさ。またいつでも帰ってこられる。どうした。今日は思いっきり遊びたい。おじさんと一緒。昼間から何サボってってんだ、ゆうや。
おじさん。Yeah, but...
すんません。キリュウさん。ねえ。うん。あ。ありがとうございます。いえ、じゃあね。
混ざってこいよ。来いよ、おじさん。おい、やめろ。おう。おい。あ？うん？
そろそろカムロ町から消えるんか、キリュウちゃん。ああ、だからあんたを探していた。ああ、どういうことや。俺はな、兄さん、あんたに大吾を支えてほしいと思ってる。分かってるやろな、俺は強いやつが好きや。俺に命令できんのは強いやつだけや。ああ、俺を登場界に戻したかったら俺に勝ってから命令せえや。やっぱりそうきたか。さあ始めようか、キリュウちゃん。こうやって向かい合うのも久々やな。せやけど手加減はなしやで。ああ、行くで。
これでほんまにお別れやな。ああ寂しくなるな、キリュウちゃん。大悟のこと。